カラテバラモンは日本のプロレスラー。本名、北川森次。1971年、石川県金沢市に生まれる。2008年8月17日、浅草ファイトクラブで行われた、長瀬館長自主工業にて、プロレスデビュー。2011年2月9日、紅白プロレス合戦新規バファーストリング大会で行われた2代目、大橋トール決定バトルロイヤルに、 バラモン兄弟推薦の空手バラモンとして出場。シャバッシュなる常人には真似のできないパフォーマンスを得意としており、試合前や記者会見で披露している。参戦する大日本プロレスやプロレスリングフリーダムズにおいては、バラモン兄弟のウィズなどとして参戦することが多い。タッグマッチではあまり戦力になっていないように見えるが、勝利に貢献する時もある。 またフリーダムズではよくシングルを組まれる。紅白プロレスで石川修司とシングルを行い、スプラッシュマウンテンで抱え上げられ、越されたことがある。2013年4月27日、四日市オーストラリア記念館で初ライブ、カラテバラモンアコースティックライブビッグジャパンツアー2013を行う。CD はほとんど売れるも1枚はバラモン兄弟によって破壊されている。 このライブを行うため、大日本プロレスの都藩社長とリザーブ、池田の手相を見て褒めたたえ、ライブが実現した。2013年11月29日、取り壊し前の最後のプロレス工業となった、大日本プロレス四日市、オーストラリア記念館大会で、空手バラモン復活ライブを行う。復活する前の、しばらくは大日本には姿を見せなかったが、 その間世界各国でライブをしていたとのこと。なお持ち歌の歌詞は公共の電波では放送できない内容が多い。2014年はフリーダムズで吹本賢治と組タックリーグに出場する。チーム名は東洋の魔女。3月3日までオリンピックに行っていて吹本はバレーボールで銅メダルを取ったらしい。その後武器本を洗脳しバイアグラフ基本として信者にする。 3月13日の後楽園ホール大会では東洋の魔女デラックスと命名し新たに洗脳した信者石川修司を加えてムーの太陽との宗教戦争をすることが決定し自身は神様と名乗るも敗北バラモン兄弟曰く非暴力が暴力に勝ったとのこと2014年4月27日大日本プロレス仙台大会で フランク厚シとの合同ライブカラバキフラバキロックフェスティバルシングルマッチ &CD 発売。なおライブハウスでカラテバラモンがライブをやるのは初である。ライブ後に大礼試合としてフランクとシングルマッチを行う。5月2日の試合後に病気で欠場することが本人からではなく対戦相手のジウィンガーから発表される。病気の症状については発表していないが、 ブログなどでは病院に通院していることを発表している。その後フリーダムズの新規場大会に登場し、欠場発表をする。また、バラモン兄弟は内臓を壊して死にそうだと発表している。10月16日、フリーダムズに5ヶ月ぶりに登場。特別レフェリーとして、バラモン兄弟 VS ウルトラマンロビン吹本賢治による試合を裁く。2015年、 大日本プロレース両国大会で目撃されている。また入れ場になったことをブログで報告。10月20日、フリーダムズ後楽園ホール大会にバラモン兄弟のセコンドとして登場。わけがあって試合はできないとバラモン兄弟から発表される。この日以降バラモン兄弟の参戦する大会に多く登場。12月10日、 かつて宗教戦争を行ったムーの太陽に入信。2017年よりフリーダムズにて力と空手バラモン2号と結託。ありがとうございます。